岡田さんが人と間違えてイノシシに道を聞いたというのは本当ですか？どういうことですか？ちょっとお酒飲んでたからか。いやいや、その調べですよ。オリックス時代の先輩、早稲田 の宮田スカウトね、はい、亡くなったでしょ。でお通夜に行こうと思ったんですよ、はい、東灘の山の方だったんですね、はい、で夜やったんであんまり家もわからないし、バス停やったんですよ。夜もう9時過ぎてたんですね。3人座ってたんですよ、人がね、はい、でバス停に車つけたんですよ。で左の窓をねバーッと開けたらね、イノシシの親子は3人座ってたんですよ。もうすいませんって窓開けたからね、イノシシの親子やったんですよ。親子やったんだ。親子は3人座ってたんですよ。すごい、3匹いたわけですね。3匹でいいかな。すごいな、それも。その窓ね、もう慌てて窓閉めて、信号のとこにちょっと交番所ねあったん で聞いたら、はい、いや夜はこの辺ずっとイノシシ座ってますよ。一緒にね、ほんま分からなかったですね。